メデジンメトロはコロンビアの都市メデジンにて運行中の公共交通システムである。しばしばメデジン地下鉄と言われるが近く間はない。都市鉄道メトロケーブルトラム車両トラムの駅1995年11月30日にコロンビア初の都市鉄道として開通した。2017年現在においてもコロンビアで唯一の都市鉄道となっている。メデジンメトロ公社により 都市高速鉄道3路線と、メトロカブレコ路線、トラム1路線で構成される。1995年11月30日に、コロンビア初の都市鉄道として、リネア A が開通。その後1996年2月29日に、リネア B が開通した。2017年現在において、コロンビア唯一の都市鉄道路線である。リネア C は、臨時路線であり、 イベント等がある時のみの運行となっている。広角感が大半であり近く感はない。メトロケーブルは2004年8月7日に開通したロープウェイ路線で J、K、L、M、H の5つの路線を持つ都市鉄道と接続されている。最初に開通したのは K で2004年開通、ついで J、L、H と続き、2017年には M が開通した。 アヤクショトラムは2015年11月20日に開通したトラム路線で9駅で構成される。本格的な運営は2016年3月31日に始まった。途中駅において都市鉄道とメトロケーブルに乗り換えることができる。メデジンでは過去に路面電車が1887年より運営されていたが、 1951年に廃止になっておりそれ以来の復活路線である。ありがとうございます。